会館を出しますので楽しみにしててください。まあ、午前中来た方は僕でも分かりませんけど、今からマグロの頭落としというのを始めますから、これは瞬間的な技ですので、皆さんゆっくり見てください。親方、ちょっと声が出るまで待ってますよ。いいですか、いいですか。これでは瞬間ですので、ぜひ、楽しんで見てください。いきますよ、せーの。これから四つ割りにしますが、この包丁、マグロ包丁というのは非常に特殊な包丁でございまして、このもう一つ長い方があるんでしょう。これは研ぎ台だけで1万5000円かかるそうです。ちなみに今日親方の日当は5000円です。違うか。はい、じゃあよろしくお願いします。覚えておられると思いますけど、マグロを四つ割りにしましたら、背中の方は、昔からおぶし、男のぶしって書きます。で、腹の方は女と書いて女ぶしって書きます。どっちかというと腹の方が脂が多くて美味しいところですけど、やはり昔から日本人は女性を食べるということで目伏しと言っております。Thank you.